皆さんこんにちは、木村直樹です。まあ、最近フルサイズミラーレスの FP っていうカメラを出して話題になってる、まあ、レンズメーカーのシグマっていうのがあります。まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、シグマっていう会社はレンズだけじゃなくてカメラも結構前から作っているんですよね。で、まあ、僕もすごい1台持っていまして DP っていう持ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃすごいマニアックなカメラで、なおかつ画質もほんとすごいいいんですよ。でデザインももう先進的でめちゃめちゃかっこいいっていうことで、23日に、まあ、今そのシグマのホームページの方でニュースリリースっていうとか 見まして、あの FP に搭載されてるティールアンドオレンジっていう、あのまあスタイルがあるんですけど、まあ、フィルターというかスタイルがある、それがこの DP フォビオンイメージセンサーの DP のクワットロシリーズ、あと SD レンズ交換ができるタイプのものがあるんですけど、それのシリーズに搭載されるってことで、まあ、ファームアップが来るってことで、まあ、それにかこつけて、まあ、このフォビオンイメージセンサーを搭載した DP0Z クワットロを、まあ、まるっとフォビオンって何かっていうのを含めて紹介したいなと思います。それでめちゃめちゃすごいんですよね、そのフォビオンの DP は APS-C なんですよね。でこれはコンデジなんですけど、 SD って言ってレンズ交換式のタイプのものもあって、まあちなみにマウントは SA マウントっていうやつなんですけど、それは APS-H っていう少し大きいサイズのもので、それはどっちもその、まあ、フォビオンイメージセンサーって言ってちょっと特徴的なんで、まあ、後ほど紹介できればと思います。ちょっとこの DP0Z クワットロを少ししっかり紹介しようかなと思います。フォビオン搭載のカメラって、まあ、いくつか世代があって、一番最初のやつって普通の正方形の形をしている、一番最初のやつはメリルってやつです。でその後にいくつかもう1世代ぐらいあって、その次の世代ぐらいのやつがこの DP ってやつなんですけど、これは DP02 って、 DP って00、01、02、03とかっていう風にあって、これは APS-C なんで換算 50mm だから標準で使えるやつなんで、まあ常用できるってやつですね。でこのね、レンズキャップ別にです。だから基本はこういう形で。で、この形がまた面白いですよね。このデザイン性というか。この辺は多分あのプラスチックなんですけど、ポリカーボネロっていうんですか、そういう硬いものなんですけど、安っぽさは全く感じないですね。プラスチックなんだけど。逆にその、何ですか、デザイン性としてはかなりかっこいいなっていうもので。で、コンパクトデジカメなんでレンズ変えなくて済むっていうのと、あとはその、まあ、プロフェッショナルの人が、なんていうんですかね、仕事でこのたくさんバシャバシャ撮るみたいな使い方をするのには向いてないです。で、それから、このフォビオンイメージセンサーの、まあ、特徴的なイメージセンサーなんですけど、弱点があって、ISO 感度をそんな上げられないんですよね。まあ、一応、設定上は6400ぐらいまで行くんですけど、ISO 感度上げると、もうすごい、ものすごいノイジーになっちゃって、もう破綻してるような映像になるんですけど、にまあ、横にこう線が入るような感じで、参考に撮ってみましょうか。こういうすごいノイズが出てくるんですけどね。とはいえめちゃめちゃかっこいいです。JPG も使えて、でローが、まあ、DNG っていうシネマ DNG ロー静止画の方ですね。か、これ X3F とかっていうローなんですけど、っていうのがついてて、この僕はこのシネっていうスタイルもかなり好きなんですけど、ISO200 とか100とかで使うのが一番いいとされています。まあ僕は400ぐらいまではスナップとか撮るとき上げちゃってますけど、やっぱあんま上げない方が確かにそのイメージセンサーの性能を発揮できるぐらいいいなっていう、綺麗に撮れるなっていうふうに思ってて、で一応オートフォーカスも使えるし、結構シグマの純正のフォトプロっていうローゲンズソフトじゃないとこのローだとゲットできないんですよ。 X3 なんとかっていう独特なロー規格なんで、現像めんどくさいんで、だいたいこの JPEG か DNG で大体は撮ってるんですけどね。で、結構コンデジだし、スナップで使うときは、大体オートで撮っちゃってます。という感じで。で、この、なんていうんですかね、この少しちょっとした L 字型の形っていうんですか、あと、まあ、かっこいいなって思いますよね。結構街持ってあるって、まあ、知り合いの人とかにこう見せると、何これかっこいいっていうふうに結構言われます。はい。だからそんぐらいエッジが効いてる。もともとだから FP 以前から、もうシグマってかっこいいんですよ。発想が。エッジが効いてるのはやっぱバンって出すんで。もうその戦略もかっこいいですよね。はっきり言って。まあ外観はこういう感じ。DP02 ですね。30mm の場合はこういう感じです。で、この DP02 クワットロで撮影した作品をちょっと、どんな映画撮れるのかっていうのを参考に少し紹介したいと思います。まあ結構1年ぐらい前に撮ったやつなんですけど、まあ少し SNS とかに上げたりしてて、例えばこのマイクとあれのやつ、
まあ、僕の結構個人的な主観ではこのフォビオンイメージセンサーで撮るとこういう鉄だったりとか金属だったりとか石とかそういうののなんていうんですか、ね、存在感みたいなのがすごいこう密度を持ってるような感じで映るんですよね。なんていうんですか、重量感、重厚感があるっていう風なイメージですね。で細かいところのその解像感とか解像度っていうのはもう申し分ない、 APS-C とは思えないです。もう APS-C サイズとは全く思えないですぐらい解像度が高くで、そしてあのなんていうんですかね、こういう質感っていうのの存在感みたいなのをすごいしっかり出すんですよね。存在感みたいなの出すんですよ、重量感。だからちょっと錆びたとことかこういうあのフライパンの金属の感じっていうんですか、錆びたフライパンの金属の感じとか、まあ、そういうのをかなりこう出してくるなっていう、まあ、印象がありますね。で結構 JPG で撮ってもやっぱり それを感じ取ることができます。もうシャープネスが高いってことじゃないんですよ、高解像度で。この石畳とかのグラデーションですか、でね、夕日がねとかこう光が差してるところと影の部分のやっぱり暗部もすごいきっちり出してる気がするですね、僕は。で逆にすると結構色がね、なんていうんですかね、縞模様みたいなのが出ちゃったりするんですけど、結構だからその使う場面っていうのは結構選ぶんだけど、これですね、あの逆光にすると完全にこうなんかこう、これ多分イメージセンサーのなんか反、なんか分かんないですけど認識する反転かなんか分かんないですけど、そういうのが顕著に出てきちゃうんで、まあ、そういうところは、まあ、僕は嫌じゃなくて この場合逆にそれ入れてみたりしたんですけど、とかもう究極にすごいのはこれだと思って、まあ、夕日が沈むところにその夕日が石畳に当たってるところなんですけど、このですね石畳のところのこの光が漏れてきてる感じもそうなんですけど、この石畳のこの表現ですよね、この感じはもうすごいとしか、もう綺麗だなって思いました。もうこの質感がこの写真で表すんだ、こういうのっていう、なんていうんですか、これまずね撮ってみないと分かんないですっていうぐらいすごいです。だからこれあの例えばなんだろうな、これでしか出ない表現っていうのがあるんですよね。なんかやっぱりこのイメージセンサーでしかできないことっていうのが確かにあるなっていうのは感じました、ね。っていう感じで、ちなみに中古価格が、さっき見たら5万円ぐらいで、いくらだ、アマゾンで8万ぐらいなんですけどね。メリルが高い。メリルより2万で買える。ちょっとね、中古をさっき見たら5万円ぐらいであったんで、結構いいな。だから写真メインで、しかも行くんだったら結構これかなりいいなという感じですね。ただちょっとシグマのホームページを見に行きましょう。それでですね、ここですね、ファンマウェア、4月9日のニュース。あれで SD クワットロと DP シグマ SD クワットロシリーズと DP クワットロシリーズのティール&オレンジを開発してますということで、ソフトウェアアップデートが、まあ、X3F とか X3i のそのフォビオンのローデータが現存できるフォトプロっていうシグマ純正のやつがあるんですけど、まあ、それも開発してる。でそのカメラ内でもできるようになるってことですよね。これが4月23日公開予定。うわー、絶対つけよう。でセインに行くんですよね。フォビオンイメージセンサーのその世代によってちょっと色情報をどういう風に圧縮するかとかどのぐらいのなんかやるかっていうのは変わってきてるんですけど、基本構造としては色情報を3層重ねてるってことで、だからフィルムみたいな構造をしてるっていうことなんです。まあ開発はすごい大変っぽいです。なんかそのちょっと前までそのフルサイズのスチール機を開発してるっていうやつがやっぱりやめましたみたいな、あの途中で一旦仕切り直しますっていうのがあったと思うんですけど、結構だから作るの大変なんですよ。あと多分大変なんだなと思います。だから一般的なベイヤーセンサーっていうのはあのこうマス目状に配置するっていうことですよね。赤と緑と青をこう面でそれぞれドットごとにあの配置して、で それがランダムなのがちなみにエクスタノスシンボスなんですけど、フォビオンはそれを3層にしてしまうってことなんですよね。3層にするとなんかまあいいと、まあ、少し輝度情報の取得の方法だとか、なんかどういうふうになんかこう分割して取るかとかっていうのが、まあ、少しこういうところに書いてあるんですけど、できれば読んでみてくださいって感じですかね。ちなみにこのロー現像ソフトウェアは、ちょっとあんまり使うのもめんどくさいなっていう感じは、まあ、あって。まあでもその、ちゃんとフォビオンの解像力をこう最高に、やっぱり一番その性能を出せるのはこのソフトしかないんで、独特なロー現像できるのはこれしかない。フォトプロしかないんで。DP、僕が持ってる DP02 っていうのはこれなんですよ。DP02 クワットロ。これが4つあるんですよね。DP01、DP0、DP1、DP2
DP3 っていうふうにあって、あのワイドから順番に並んでるんですよね。まあワイドだけ F4 なんで、ちょっとこれもしかしたら三脚ないとしんどいやつかもしれないですけど、このシネっていうフィルターが結構好きなんですよ。という感じで、はい、いかがでしたでしょうか。というわけで DP02 の、まず紹介を、ファームウェアアップデートが来たんで、今 FP も結構話題ですけど、実はこっちにすごいカメラがあるんだよっていうのが、まあ、ご紹介したいなと思ってタイミングがあったんで、あのちょっと1本作ってみました。それで実際にフォビオンでティール&オレンジでどんな風に撮れるのかなっていうのがちょっと見たいなと思うんで、それも1本動画にしようかなと思ってます。それで癖のあるカメラなんで、ファーストカメラっていうんですか、メインユースとしてはあのちょっと最初はしんどいかもしれないんですけど、1台持っててもう1台なんかちょっと違うの欲しいなっていう時に、これもコンデジなんで、まあ、手軽じゃないですか。その意味ではレンズもあの新たに買い揃えなくてもいいですし、でその出してくる絵はもう本当に素敵な絵です。表現っていうかすごい素敵で、1台はこれ持ってた方がいいかなと思います。僕はそのもちろん X トランスも好きなんですけど、まあすごいざっくり言うと X トランスが風とかだ、風だとするじゃないですか。こっちはあの土なんですよ、っていうなんか違いがあるかなと思います。こっちは土なんですよ。X トランスがまあとにかくそので中古で結構5万ぐらいでなんかあったような感じだったんで、結構いいなと思うんで、ぜひあの機会があればね触ってみていただけたらなっていう、まあ、のがあります。すごい僕はやっぱりこれもおすすめします。売る気はないですね僕は。あの1台はこれ持っていたやつです。1台は持っていたやつです。下手したら FP よりもこっちの方があのやっぱり希少価値っていうか、その価値としてはもしかしたらその高いかもしれないです。やっぱりそのイメージセンサーの価値っていうのはでかいと思うんですよ僕は。というわけでですね、まあ、カメラの情報だったりとか、ゆくゆくは映像の構成論だったりとか、作り方ですね、撮影の仕方とかですよね。まずはもう、このカメラの紹介、自分の持っているカメラをどんどん紹介していこうなって思ってるんで、それで、まあそういうことを紹介していくんで、もしよろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。また、いいなと思ったらグッドボタン、質問、要望などございましたら、順次コメント欄でお知らせくださると、答えていきますので、よろしくお願いいたします。それでは。